脱中国は正解だということです。お疲れ様です。パーソナリティの春菜です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、中国がホタテを禁輸した結果、世界で日本の水産物が大人気に、人材だけでなく食材まで流出する中国をお送りします。中国の禁輸で逆に日本のホタテが世界で大人気。2023年8月、中国政府は日本産ホタテの輸入を全面的に禁止する決定を下しました。この措置の理由として挙げられたのは、福島第一原子力発電所から放出される処理水に対する懸念でした。さらに中国側は日本政府に謝罪と賠償を要求しましたが、日本側は処理水の安全性について科学的根拠を示し要求を拒否しています。そして現在、中国はこの日本の水産物輸入禁止措置について大きく後悔をしていると言われています。今回はそんな中国が禁輸措置をした結果、日本の水産物が世界各国で大人気となったことについて見ていきたいと思います。中国による輸入禁止措置は特に日本のホタテ産業に深刻な影響を及ぼしました。財務省の貿易統計によると、2022年の日本から中国へのホタテ輸出額は約135億円で、中国は日本産ホタテの最大の輸出先国でした。輸入禁止により多くの養殖業者や加工業者が在庫を抱えることになり、経営は瀬戸際に立たされました。例えば北海道のホタテ養殖大手である株式会社北山は、中国向けの出荷が止まったことで売上高が前年比 30% 減少したと明かしていました。しかし日本のホタテ産業はこの危機を乗り越えるべく新たな販路開拓に乗り出しました。ターゲットとなったのは東南アジアやアメリカ、EU などの新興市場です。特に東南アジア諸国では日本食ブームの影響もあり、ホタテの需要が急速に拡大しています。タイの高級スーパーセントラルフードホールの水産部バイヤーは、日本産ホタテは品質の高さから人気が高い、今後も取扱量を増やしていきたいと語っていたのです。こうした中国以外への広がりは、財務省の貿易統計を見ても明らかです。2023年の東南アジア向けホタテ輸出額は前年比 2.7 倍の320億円に達しました。またアメリカ向けも 2.2 倍の220億円を記録するなど、新市場の開拓は順調に進んでいます。ジェトロの担当者は、日本産ホタテの品質の高さは世界的に認められている、今回の輸入規制は逆に新たな市場を切り開くチャンスになったと、むしろ中国の禁輸により日本の水産物が世界で人気となっている現状について語っています。一方で中国国内では、日本産ホタテの代替として国際ホタテの生産を増強する動きが見られます。しかし品質面では日本産に及ばず、高級料理店などでは敬遠される傾向にあります。北京の日本料理店のオーナーシェフは、日本産ホタテは鮮度と甘みが段違い、中国産ではうちの客を満足させられないと話しています。また輸入禁止による価格高騰で、ホタテが一般消費者の手に届きにくくなったことも問題視されています。こうした状況を受けて、中国政府は2024年1月、放射性物質の検査を強化するなど厳しい条件付きながら日本産ホタテの輸入再開を発表しました。当初から処理水の安全性について科学的根拠を示していた日本側としては納得できない話ですが、一応中国との貿易再開も考慮してはいます。水産庁はこうした状況について、中国向け輸出の再開は日本のホタテ産業にとって一応の朗報、ただしこれまでのように中国だけを重視した貿易をするつもりはない、アメリカなど世界各国で日本のホタテの品質の高さが認められ引く手あまただからだと語っています。中国によるホタテの輸入規制は日本のホタテ産業に大きな痛手を与えましたが、同時に新たな市場を切り開くきっかけにもなりました。日本の水産業界は特定の国への依存を減らしつつ、世界中の食卓に安全で美味しいホタテを届けるため多角的な販路開拓を進めています。この教訓を生かし、国際競争力を高めていくことがさらなる日本のホタテ産業の発展につながるでしょう。そしてこうした水産業の脱中国の動きは他でも加速しています。日本の水産加工のサプライチェーンも中国を捨てた。これまで長年にわたり中国は世界の水産加工業の中心として君臨してきました。
低賃金と潤沢な人的資源を生かし、世界各国から水産物を輸入し、加工した上で再輸出するというビジネスモデルを確立したのです。日本のホタテ養殖業者も中国の加工工場に冷凍ホタテを輸出し、殻剥きや冷凍加工を委託するのが一般的でした。ところが近年、中国の水産加工業界には変化の兆しが見え始めています。先ほどまでご紹介していたような中国の対応のほかに、賃金の上昇や環境規制の強化などにより、加工コストが増大していることも理由として挙げられます。中国国家統計局によると、2022年の中国の製造業の平均賃金は、前年比 8.5% 増の8500元、約15万円に達しました。こうした状況を受け、日本の水産業界は新たな加工拠点を探し始めました。そこで浮上したのがメキシコです。メキシコはアメリカ市場に近く、米国、メキシコ、カナダ協定による関税優遇措置もあることから、水産加工業の有望な投資先として注目を集めています。実際、メキシコの水産加工業は急成長を遂げています。特にバハカリフォルニア州のエンセナダ市は、すでに多くの日本企業が進出している水産加工の一大拠点として知られています。2023年にはエンセナダ市の水産加工品の輸出額が前年比 35% 増の5億3000万ドル、約700億円を記録しました。エンセナダ市経済開発局担当者は、日本企業の進出が加速しており、エンセナダは水産加工業の一大ハブとなりつつあると述べています。日本の大手水産会社もメキシコでの事業展開に積極的です。マルハニチロ株式会社は2022年にエンセナダ市に新工場を建設し、ホタテやサケ、サバなどの加工を開始しました。年間 1.2 万トンの加工能力を持つこの工場は、北米市場向けの輸出拠点として位置づけられています。担当者は、メキシコは安価な労働力と良質な水産資源に恵まれている。今後も投資を拡大し、北米市場での存在感を高めていきたいと語っています。メキシコの水産加工業が注目を集めるもう一つの理由が、ドライスキャロップの存在です。ドライスキャロップとは、ホタテ貝柱を乾燥させた加工品です。これを後で水につけることにより、ホタテを生に近い形で食べることができます。中国の加工工場では、一般的にウェットスキャロップと呼ばれる水分を多く含んだ加工品が主流でしたが、これは生食には適しません。一方、メキシコの加工工場では、ドライスキャロップの生産に力を入れており、日本の寿司店などからの引き合いが増加傾向にあります。例えば、東京の高級寿司店では、メキシコ産のドライスキャロップは鮮度と味が抜群、当店でも人気のネタとなっていると話しています。また、ある水産商社大手は、2023年にメキシコ産ドライスキャロップの取扱量を前年比 50% 増の500トンに拡大しました。同社では、メキシコ産ドライスキャロップは日本市場でも高い評価を得ている。今後も安定調達を進め、販売を強化していく方針だと述べています。長年中国一辺倒だった日本の水産加工のサプライチェーンは、メキシコの台頭によって大きな変革期を迎えています。今後、日本とメキシコの水産ビジネスは一層の進化が予想され、特にアメリカ市場を中心に新たなビジネスチャンスが生まれることが期待されています。日本の水産業界は中国とメキシコ、両国との良好な関係を維持しながら、世界中の食卓に安全で美味しい水産物を届けるという使命を果たしていくことになるでしょう。脱中国で価格が倍でも売れるように、こうした脱中国により、倍の値段でも売れるようになっています。その売り先はアメリカです。アメリカは日本の水産物輸出において非常に重要な役割を担っています。中でもホタテはアメリカの寿司業界を中心に根強い人気を誇り、日本からの輸出量は年々増加の一途をたどっています。ただ、これまでアメリカ市場においては日本産ホタテの存在感は限定的でした。その主因は先ほどご紹介したように、中国の加工工場で製造されたウェットスキャロップが市場の大半を占めていたことにあります。ウェットスキャロップは水分を多く含んでいるため、解凍後の賞味期限が短く、生食には不向きです。アメリカの寿司店では冷凍ホタテを解凍して提供するのが一般的でしたので、鮮度の面で課題を抱えていました。この状況に風穴を開けたのがメキシコの水産加工業の急成長です。
こちらも先ほどご紹介したようにメキシコの加工工場では生食に最適なドライスキャロップの生産が盛んに行われています。日本から輸入したホタテ原料をメキシコの工場で加工することにより、高鮮度のホタテをアメリカ市場に安定供給できるようになったのです。このメキシコ産ドライスキャロップは、アメリカの寿司業界で高い評価を獲得しています。ロサンゼルスの人気寿司店では、メキシコ産ホタテの品質は日本国内と比べても遜色ない。当店ではメキシコ産ドライスキャロップを使用することでお客様により新鮮で美味しいホタテを提供できるようになったと述べています。加えてアメリカの大手スーパーマーケットチェーンも日本産ホタテに大きな関心を寄せ始めています。高級食品スーパーとして知られるホールフーズマーケットは2023年より日本産ホタテの取り扱いを開始し、寿司グレードのプレミアムホタテとして販売しています。同社のシーフード部門担当者は、日本産ホタテは品質と安全性において他の追随を許さない。そのため価格は高騰し、今までの2倍になっている。しかし当社としては今後も日本産ホタテを重点的に展開していきたいと語っています。日本の水産業界はこのようなアメリカ市場の需要を確実に捉えるべく販路拡大に全力を注いでいます。2023年11月にはジェトロがニューヨークとロサンゼルスにおいてプレミアムジャパニーズホタテと銘打ったプロモーションイベントを開催しました。現地のバイヤーや飲食店関係者に向けて日本産ホタテの優位性をアピールしました。このイベントには総勢50社を超える日本の水産会社が参加し、商談件数は200件を突破する盛況ぶりでした。アメリカ市場は日本産ホタテにとって無限の可能性を秘めています。寿司人気の衰えることなき拡大と健康志向の高まりを追い風に、高品質な日本産ホタテへの需要は今後ますます拡大すると予想されます。アナリストは2030年までに対米ホタテ輸出額は500億円約4億6000万ドルに達する可能性があるとの見方を示しています。日本の水産業界はメキシコとのパートナーシップを一層進化させつつ、アメリカ市場攻略に本腰を入れることが肝要です。ブランド化により付加価値を高め、他国産との差別化を図っている。日本のホタテ養殖は1970年代から本格的に始まり、今では北海道を中心に年間約12万トンが生産されています。生産量の約 75% が輸出向けであり、ホタテは日本の重要な輸出品目の一つとなっています。しかし近年、日本のホタテ産業は様々な課題に直面しています。第一の課題は高齢化と後継者不足です。ホタテ養殖に従事する漁業者の平均年齢は65歳を超えており、若い世代の参入が少ないのが現状です。2022年の農林水産省の調査によると、ホタテ養殖業者の約 60% が後継者不在と回答しています。背景には過酷な労働環境や収入の不安定さがあります。政府や自治体は新規就業者への支援策を講じていますが、抜本的な解決には至っていません。北海道漁業協同組合連合会の関係者は、後継者問題はホタテ産業の存続に関わる深刻な問題だ。行政と連携し、若者が魅力を感じる環境づくりに取り組んでいきたいと述べています。第二の課題は気候変動による影響です。近年、海水温の上昇や海洋酸性化が進行しており、ホタテの生育に大きな影響を及ぼしています。2021年には北海道のホタテ養殖場で大量閉死が発生し、約5000トンのホタテが被害を受けました。これは高水温によるストレスが原因とみられています。養殖業者は温暖化への適応策として、より耐性の高い品種の開発や漁場の移動などに取り組んでいます。ある水産学を専門とする教授は、気候変動はホタテ養殖にとって大きな脅威だ。産学官が連携し、適応策の研究開発を加速させる必要があると指摘しています。第3の課題は国際競争の激化です。日本産ホタテは品質の高さで世界的に定評がありますが、価格面では他国産との競合が避けられません。特に中国産ホタテは安価であり、コスト面で優位に立っています。2022年の中国産ホタテの輸出価格は日本産の約半分の1キロあたり500円でした。日本のホタテ産業は高品質な製品の供給と効率的な生産体制の構築が求められています。水産庁関係者は、
品質では中国産ホタテは敵ではない。しかし、日本産ホタテのブランド力をさらに高め、付加価値を上げることが重要だ。同時に生産コストの削減にも取り組む必要があると述べています。こうした課題に立ち向かうべく、日本のホタテ産業は様々な取り組みを進めています。その一つがブランド化です。例えば北海道では、オホーツクサロマコ産ホタテのブランド化を推進しており、品質の高さを前面に打ち出しています。2023年には同ブランドのホタテがニューヨークの高級寿司店ノブのメニューに採用されるなど国際的な評価を得ています。また青森県ではムツワンホタテのブランド化に力を入れています。こうしたブランド化により付加価値を高め他国産との差別化を図っているのです。もう一つの取り組みが新たな市場の開拓です。すでにご紹介したように、最近では東南アジアやアメリカ、EU など新興国を中心に需要が拡大しています。日本の水産業界はこれらの国々のニーズを的確に捉え、販路を広げていくことが肝要です。そのためには、現地の志向に合わせた商品開発や物流面での工夫が欠かせません。加えて、持続可能性への対応も重要な課題です。SDGs の観点から、海洋資源の保全や環境負荷の低減が求められています。日本のホタテ産業は、漁場の管理や養殖技術の改善などを通じて、持続可能な生産体制の構築を目指しています。2022年には、北海道漁業協同組合連合会が、持続可能なホタテ養殖ガイドラインを策定し、環境に配慮した養殖手法の普及に努めています。日本のホタテ産業は今後も様々な課題に直面することでしょう。しかし、高品質な製品と世界各地の需要を的確に捉えることで、新たな発展の可能性は十分にあります。伝統の技術と革新の精神を融合させながら、日本のホタテが世界中の食卓を豊かにしていくことを期待したいと思います。世界に誇る強みを持っている日本の水産業。2018年に勃発した米中貿易戦争は、世界の貿易秩序を根底から揺るがす出来事でした。両国が互いに関税を引き上げた結果、貿易量は大幅に減少しました。この影響は日本の水産業にも波及しました。こうした不確実性の高まりを受け、日本の水産業はリスク分散を図ることが急務となっています。特定の国や地域に依存するのではなく、販路を多角化することが重要です。貿易協定の活用も日本のホタテ産業にとって重要な戦略です。日本と EU による EPA は日本産ホタテの EU 向け輸出を後押ししています。2024年には関税が完全に撤廃される予定であり、さらなる輸出拡大が期待されます。また、2022年に発行した地域的な包括的経済連携はアジア太平洋地域における貿易の活性化に寄与すると期待されています。日本はこの連携を通じて、東南アジア諸国との間でホタテに限らず多くの水産物の貿易を拡大していく方針です。一方で国際的なルール形成の動きにも目を配る必要があります。2023年11月に開催された WTO 閣僚会議では、漁業補助金の規律に関する議論が行われました。過剰漁獲につながる補助金の削減が求められる中、日本の水産業への影響が懸念されます。政府には国際交渉の場で日本の立場を適切に主張していくことが期待されます。水産庁は漁業補助金の議論は日本の漁業にとって重要なテーマだ。各国の事情を踏まえつつ、持続可能な漁業の実現に向けて建設的な議論を行っていきたいと述べています。国際貿易の変化は日本のホタテ産業にとって脅威であると同時に機会でもあります。リスクを適切に管理しつつ、新たな市場を切り開いていく柔軟性が求められています。貿易協定の活用や国際ルール形成への戦略的な対応を通じて、日本の水産業が世界に存在感を示していくことが期待されます。日本の水産業は長い歴史の中で幾多の課題を乗り越えてきました。伝統の技術と革新の精神を融合させながら、これからも世界の食卓に美味しい水産物を届け続けるはずです。特に最近は瞬間冷凍技術などが発達しており、遠くで採れたものでも鮮度の良い状態のまま運ぶことができるようになっています。例えば、日本の大手寿司チェーンであるスシローでは、漁獲直後に船上でマイナス55度まで急速凍結し、冷凍されたまま加工して梱包から出荷まで行います。
これにより線状凍結から一度も解凍せずに店舗まで届けることができ、新鮮なマグロを提供してくれています。そうした技術やノウハウが蓄積されていけば、日本の水産物は世界へと広がっていくはずです。一方で中国は最近経済崩壊が進んでおり、有能な人材は海外へと逃亡しています。そのような中で今度は日本の水産物まで手に入らなくなってきています。もはや中国には何の魅力もなくなっていきそうですね。あなたはこうした中国の禁輸措置により、逆に日本の水産物が世界で人気になったことについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。